はい、こんにちは。車買い取り専門店ジェバー貸し店でございます。今日は、エスティマですね、グレード X になります。ごめんなさい、年式忘れました。何年式だったかな、27年だったっけな。ちょっとね、ここ何日かね、ドカドカドカって車が入ってきちゃったもんです。ごめんなさい、もう初老ですからね、お許しください。でね、こちらのお車ですね、純正のナビゲーション、それと多分純正のフリップダウンモニター、多分メーカーのものだと思うんですけども、それと両側オートスライドドアか、あとね、このパワーバックドアですね、こちらの方ですね、こちら、このドアが、自動ドアですね、はい、いう感じです。で、当たってるところがですね、ここね、ちょっとね、今分かりづらいんだけど、少しここがへこんでるの分かりますかね、ここね、少しへこんでるんですよ、少し。はい。でね、光の加減によってはすごく目立つんですけど、光の加減によっては全然目立たないって感じですね。あとここね、僕はちょっとどいちゃったら分かんないか。このように傷がいっぱいあって、ね、タッチペンしてあるんですよ、分かるかな。はい、まあ、傷もついてるんで分かるとは思うんですけども、ここですね、はい、ここです。それと、ここですね。でね、この辺もね、傷がちょっとついてたんですけどね、ほとんど見えないぐらい、見えないっていうわけでもないですけどね、多少見えるんですけども、ごまかしてはいます。まあ、一応ね、磨きを入れてます。それと下の方ね、助手席のね、ドアノブよりちょっと下前ぐらいのところに、下ここで、ね、線傷入ってます。線と少しへこみですね、はい、入ってます。で、下のステップの部分にも少し傷が入ってます。傷はそんなもんかな、まあ、ここにもちょっとありますけどね、下ね、まあ、それは大体合うから、まあ、そんな気にするようなところでもないけど、ボンネットとかもね、まあ、綺麗なんですけどね。はい。で、ルーフですね、ルーフ行ってみましょう。ルーフもね、特にはね、傷とかへこみとかね、大きなものはないと思います。で、この車ね、私磨きは入れてません。で、多分ね、トヨタさんの、コーティング入ってると思うんですよね。なんで結構車綺麗なんですよね。そんなにね、ほど僕が変に磨きとか入れちゃうと汚くなっちゃう可能性があるんで、このままで。ご希望であればね、皆さん磨きしますけども、あんまり言うても僕ね、素人ですからね。で、この状態、今ここは、この状態ですね、4人乗り仕様にしています、今ね。で、これ7人乗りだったか、6人乗りだったかな、ごめんなさい、7人乗りだと思うんですけども、一応キャプテンシート、リアのキャプテンシートを今、リアはキャプテンシートのこれね、2脚だけにしてます。で、3列目に関しては今ね、収納してますんで、はい。で、これね、もう結構た、なんだっけこれ、カーペットめちゃめちゃ綺麗にしてます。はい、めちゃめちゃ綺麗にして、もう本当にドキンで乗ってほしい感じですね。で、キャプテンシートですね、ちょっとシート下げるとこんな感じで、足がね、伸ばせます。はい、まあ、大概ね、そんな4人も5人もね、まあ、これもっこりしますけど、僕のものがもっこりしてるわけじゃないんですよ。 YouTube さんにも言うとかないでね、何をしとんねんって感じですけど。で、リアモニターですね、リアモニター、リアのフリップダウンモニターついてます。こういうね、はい、ですからね、小さなお子様とか、もしくはあの大人の方でもね、楽しんで、あの DVD とか流しながら長距離でも行けると思いますので、はい、いう感じです。それと、これもちろんね、この後ろの席、前の席にもありますけども、これ後ろの席の方にもね、持ってくることができますんで、ごめんなさい、ちょっとこんな感じでね、ちょっとドリンクホルダーとかね、ここにもついてますんで、ドリンクホルダーで、これ言っていいかな、わかんない、まあ、でも運転手さんだけ飲まなきゃいいと思うんで、飲みながらね、どっか旅行にね、行けますんで、別にいいんですよね、運転手さんだけ飲まなければね、はい。そんな感じでね、ご旅行に行けるとは思いますんで、いい車だと思いますよ。ちょっと僕が踏んじゃったんだよ、ごめんなさい、汚くなっちゃったね。
本当これねもう洗浄なんていうのかな、キルチャーでねもうバーッと全部汚れ落として、もう本当に綺麗にしてますんで、本当にドキンドキンっていうか、もうほんとここでね寝転がってもらってもいいと思いますよ本当に。で距離行きましょうか。距離ね、ライト消しましたね。距離が 37,632 キロになります。はい、全然走ってないですね。ちょっとこれなんか変な音楽だな。でナビゲーションでちょっと、ね、光っちゃってごめんなさい。どうしよう。ナビゲーションです。それとバックカメラついてます。それと、オーディオですね。地デジテレビ、わかるかな、ここに地デジって出てると思うんですけども、地デジテレビがついてます。で今ちょっと全画面にしますんで、はい、こんな感じでね、テレビになります。まあ後ろもね、さっきフリップダウンとこれ連動してますんで、そのまま同じもの見えておると思いますんで。でエアコンです。エアコンはオートエアコンになります。でデュアルですから、このデュアルってあるんですけども、例えばその運転手さんって男の方が多いと思うんで、男の方は結構その温度を低めにしたいっていうので低く温度を設定して、で助手席に限ってですね、助手席の方には、温度低く高くしたいっていうのをできます。まあまあこれも昔から結構あるんで、そんな説明することはないとは思うんですけども、一応ね分からない方もおられると思いますんで、これクルーズですね。クルーズコントロールのレバーになります。まあ、こんな感じですかね。あとごめんなさい、 ETC ですね、あります。さあちょっと 2.0 ではないと思うんで、まあ、いつの日かちょっと使えなくなるとは思いますけども、まあ、それまではお使いください。あ、じゃあこっちか、こっちは何もないですね。で運転席とかにもね、これ灰皿なんですけど、灰皿っていうかコインホルダーですね今はね。でこれが、運転席というか、まあ、前席の方のドリンクホルダーになります。ちょっとトヨタさんこんな感じの方が多いですよね、はい。でもちろんねプッシュスタート、まあ見えてたと思う、プッシュスタートになりますんで、はい。でフロント席は運転席のみ、パワーシートです。でシートもね、まあ綺麗だと思います。いや全部内装ね全部きれいにします。落とせるも落としても、ちょっとこういうところがねありますけど、シミとかあるんですけども、まあ、ほとんどそんなのないですから、アルミホイルもきれいにします。助手席です。こんな感じでね、ロートスライドドアですね。こっちのね、席になります。でこの席もごめんなさいね、ちょっとこうしていけるかな、めんどくさいね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。今ちょっとあれですけど、よいしょ。このぐらいまでね、フラットになりますんで、ちょっとこの辺にね座布団ちょっと入れたら普通にね、まあ寝られるような体勢になるんじゃないかなと思います。よいしょ。で今ちょっとねこれを収納して、よいしょ。でね、ちょっとねここでパワーバックドアの操作もちょっと僕わからないんだけどね、まあわかる人がおったら、あんまりちょっと僕トヨタさんの詳しくないんでね。で今3列目はねこういう中に入ってます。入ってて、それでこのレバーを引くとシートが上に上がります。でこっちのレバーを引くとこういう形でね、背もたれがね調整できますんで、こっちも同じようになりますん で、まあパワーバックドアね、ここちょっと押してもらうと
ハザードがついて警告音になって、バックドアね下がりますんで、はい、まあ、雨の日とかね、奥さんがもし何か買い物行ってスーパーとかでね大量に買い物して、なんか荷物を置いた時がねちょうどいいんじゃないかなと思うので、それでこれね、荷物といえばここがこんだけね沈み込みますんで、これ全部ラゲッジルームになりますんで、結構大きなものをね詰めます。であとベビーカーとかね立てて詰めると思うんですよ。立てて積んで、他にもこっちにね荷物積んだりとかできます。普通ベビーカーで横に置くじゃないですか。そういうのは立てて積むことができますんでね、かなり楽だと思います。私がね子供がちっちゃい時ね欲しかったりせないのね。はい、でちょっとねエンジン音の方ね行ってみたいと思います。エンジン音です。エンジンルームもね綺麗ですね。はい、いう感じになります。ですのでねこの車ねちょっと一番の問題点はさっき申しましたここの部分ですね。助手席のここの部分とここ身は見えるかな、ここ少しへこんでるの分かります、少しへこんでますでしょう、ね、ここがちょっとへこんでるんです。それでここね少しやってるので、まあ、直すのに、まあ、安くね直せるようにはねしたいと思うんですけども、はい、それはご相談ください。いつものところで直せるようにねしたいと思いますというところでですね、エスティマです。概要欄の方でね何年式とか概要欄とか、まあ、題名かな、うん、書きますんで、まあ、それ見てください。またカーセンサーねグーさんさん、グーさんさんのおかしいなグーさんですね、こちらの方に掲載の方を今日させていただきます。動画の方のアップロードもね今日中にやりたいと思ってますんで、もし見ていただければと思います。そしたらね、この動画少しでも良ければですね、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。またねチャンネル登録していただいて、お友達とかねご家族欲しい方おられましたら、この動画見てもらってね、購入していただければと思っております。さあね、車買取専門店 JVOE 明石店です。で電話番号ですね、0789393070になります。今までね向こうね、サイゼリアさんだったんですけどねファミリーマートになりましたんで、とってもね私ありがたいですね。本当はねでも米田コーヒーとかよかったんだけどいいけど、ファミリーマートとかね目印になります。あとアクティオさんとかねありますんで、それ目印ね来ていただければと思います。JR 明石駅までね徒歩20分ぐらいかな、徒歩20分ぐらいで行きますけども、ご連絡いただければね、あらかじめ初めに、前もって連絡いただければお迎えすることもね可能ですので、ご連絡ください。よろしくお願いします。さあね、チャンネル登録いいねボタンの方もよろしくお願いします。さあ車買取専門店 JV 明石店でした。失礼いたします。